何人の前で遊んでるんですか。楽しいじゃないですか。このサーキット楽しいじゃないですか。楽しいでしょ。ホームサーキット。はい、ホームサーキット。病状班の単数ありのサーキット。できることは判明したんで。そうですね。前回ね、はい、ちょっと難しいかなと思いましたけど。はい、じゃあ続き、前回の続きね。はい。で、ボッサーのタイヤね。はい。僕多分これ合うかどうか分かんないですけど、今のタイヤ出来上がってるのこれがあったんで。あ、もうこれほぼほぼ見たような感じの。はい。これでつけてみましょうか。わ、はい、かりました。これでボッサーの方ができるの。あ、僕だって家で TT やった時これでやったんで。あ、そうなんですね。はい。これでいけるはずなんで。ほんならこれでちょっとやってみましょうか。やってみましょうか。はい。また。はい。引き続きタイヤ交換する動画。あ、そうですね。じゃあね、はい、おぼつは咲くと。はい、わかりました。はい、じゃあこれですね。はい、はい、これね、はい、これ前、これ前です。これが前、これ前。はい、はい、はい、これを後ろ。はい、はい、あれ、あ、ナチェット、あ、ナチェット、どこ言いましたっけ、ナチェット、どこ、あ、直しました、ありました、ね、ありました、どこ、ありました、さすが落語家、桜、え、休業中の落語家、侍っぽい、あ、侍っぽい、はい、こっちの方がよかったですか。あ、そうです、休業中の落語家なんで、はい、じゃあ、サクッといきます。これが前です、ね、前ですね、見た目もかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。何回タイヤ交換見せんねんって思っ、はい、てませんか。はい、あ、後ろこっち、はいはい、もうタイヤ交換はええねんって、はい、言われそうですね。そうですね、はい、タイヤ変えてる人っていうね。そうですね、いつ見てもタイヤ変えてる人、はい、着物着てね、着物着て、はい、これ4本見せられるきつくないですか。ボッツァの味はちゃんと継承しつつね。あ、そうなんですね。ダンボール開ける絵で5分とかね、 あったでしょ、はい、ありました、ありました、はい、ありましたね、はいはい、まあでも言ってもあの時まだ回っとったでしょ。そうなんですね、はい、っていうことは、はい、あ、いいんです、あれなんです。これ後ろ来ましたね、はい、はい、でも今回ってない上に、はい、こんな動画上げたら、はい、余計回らへんしてんです。 やっぱりこのボッツァの雑な感じが好きやった人たちが、あ、そうか、戻ってきてくれるかもしれない。あ、そうですね、はい、最近の編集細切れですから、ね、細切れですか、はい、ボッツじゃないって言ってね。あ、挑戦しすぎたと。あ、部屋にそそのかされたんです。タイヤチェックだけしていいですか。はい、ボスさんが走る A まで、はい、タイヤチェックはしといた方がいいんで。わかりました。一応ね、じゃあね、お願いします。お願いします。練習する動画ね、はい、ちょっと理屈がわからないんですけど、はい、とにかく右に目いっぱい切って、はい、アクセルを吹かしたらいいんですか。はい、はい、おー、あれ、ま、ちょっと避難していいですかね。そうです、避難、はい、一応避難しといていいですかね。接触事故、接触追突ですよね。はい、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 
はい、どういうことですかね。はい、これを3時間やってたのがすごいですよね。すごいでしょ。すごいでしょ。わけ、はい、もわからない。あ、でも、ね、最初楽しかったんですよ、はい。もう動くということが楽しかったんですけど、はい、これをね。じゃあ一旦、はい、ちょっとカメラ止めて練習しましょうね。しましょうか。はい、はいはい、ちょっと何飲んでるんですか。あーキンキン。これあの僕の冷蔵庫を勝手に開けたんですか。今そうです、トイレ行くふりして、はい、喉乾いたなと思って、はい、冷蔵庫開けたらもうドンピシャなの置いとったから、ビールもあったけど、はいはい、そっちを選んだんですね。こっち選んでね、はい、いや、ボツさんね、はい、こう、滑らす練習しとったんですよね。はい、合ってるかわかんないですけど、はい、ここちょっとやりにくいんで、ね、狭いから。そうですね、まあ、滑らす練習ひたすらしとったんですよね。ずっとしてましたね。ほいで、サイダー飲んでると、あぁ、美味しい。美味しいでしょ。これ安いけど美味しい。これ28円ぐらいのやつでしょ。もうちょっとだけ38円です、ね、38円はい。どこにビタミン C 入ってんねん。入ってるんですか。ビタミン C 入りって書いてますけど、はい、入れる必要あるって。そうですね。いや、まあないよりあった方がね。レモンサイダーとかやったら分かるんですけど。確かにね、ただのサイダー、サイダーに別にビタミン C 求めてないんでね。確かに。ちょっと勝手に飲まんといてくださいよ。ちょっとこれ何の動画でしたか。練習練習、はい、じゃあボツさん練習してみましょう。はい、今ねどんなことしてたか、はい、はい、分からんけど、はい、ボツさんがその滑らす感覚が分からへんっていうか、そうなんですよ、はい、まずこの滑らすだけの、滑らすだけ、はい、気づかんかったですよね。そうなんですよ、はい、音大きすぎて、はい、はい、そうなんですよ。美味しいですか。うん、めっちゃ美味しいですね。そうそう、とっておきのサイダー、ジンジャーエールもあったけど、はい、サイダー、サイダーにしました。はい、あとね、流れ出したらあとはちょっとアクセルコントロールで、あー、なるほどね、維持できるようになるんで、はい、多分ね、多分ね。こんなんやってたら、はい、3時間なんかあっという間ですよね。そうです ね, ね。やっぱりこれはバッテリーいりますね。でしょう、ね、あの外出てやるまではこれでいいかなと思ってたんですけど、はい、やっぱり必要になってきますね、うん、確かにこんなんだったらあのバッテリーでも3時間持つ理由が分かりますね。あ、そうです ね, ね、はい、ただあのもっとあんまりやってなかったんですよ、はい、今回今やってる方が、はい、もっとアクセル開けてる感強いと思うんですよ。あ、そうです。もしかしたらこれやってたら2時間ぐらいしか持たへん可能性ありますよね。そうっすよね。ということはこれね、はい、この今日の動画撮影でいうと、はい、演歌機と八の字まで行く予定やったんですけど、はい、あ、そうなんですね。とってもじゃないけど無理ですね。無理ですね。時間的にも無理ですしです、ね、バッテリー問題もありましたね。はい、じゃあまず、はい、練習始めたよっていう、はい、そうですね、動画ですね。この前はただ遊んでただけなんで、うん、とりあえず練習始めましたよという動画でした。はい、ありがとうございました。はい、